さあ、ピボットマネー。今週のテーマは、世界株、外国株です。ゲストは、前回に引き続きまして、マ、まあ、ネックス証券の岡本平八郎さんです。ハチさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この番組、まあ、毎週ですね、えー、日本株、世界株、まあ、不動産など含めて、えー、マーケットの最新情報をお伝えするというものになっておりますけども、まあ、先月も、ハチさんには出演していただきまして、えー、アメリカ株ですね。 米国株の最新情報をお伝えしていただきましたけども、まずこのアメリカの最新のマーケットに関してはいかがでしょうか今週の動き含めて。うん。アメリカ株は今、ブルーマーケットの真っただ中ですねで。ハセンさんね、アメリカのマーケットで英語でですね、マ、はいえーケットウォンツトゴ o go h i っていう表現があるんですけど、ご存知ですかいや、初めて聞きました。 マーケットウォン t s to g マーケットが、うん、マーケット自身が上に上がりたがってるっていうあの表現なんですけれど。へー。そんなふうに言うんですけど、まさに今そんな感じの相場になってますね。はい、はい。はい、今週のその指標ですね。例えば2月の CPI、消費者物価指数ですけれども、こちらは事前予想を上回りましたと。で、これまででしたら、こういう数字が出ると、インフレだっていうんで、こう、金利が上がって、 株が下がるっていう展開だったわけですよね。はい。それが今回予想を上回る、いわゆるインフレ的なことを示唆するかもしれない内容だったにもかかわらず、うんうん、株は買われて CPI 発表の当日に S&P500 はまた市場最高値をつけたと、更新したという非常にこう強気の展開になっていると。ハッチさん、あの、まあ、本当にこう、常にこう上昇傾向にあるなというのは感じてるんですけど、 な、なぜここまでやはりこう、ん,てうんですかね、ずっと上がり続けているんですかなぜ上がり続けているか。まあ、はい、あのー、これはいろんな、あのー、理由がありまして、うん、そのうちの一つについてはですね、えー、企業業績、つまりファンダメンタルズのサポートがあるというのが、はい、あのー、あると思います。えっと、こちらのスライドを見ていただきたいですが、 そのマーケットを押し上げているドライバーの一つが企業業績ということなんですけども、今日時点でですね、S&P500 採用銘柄のうち497社が決算発表を終えてますから、ほぼ終わりなんですけども、 内容はというとですね、はい、こちらの方でありまして、えー、事前予想を超えて非常にいい計算だったんですよ。これは2021年第4四半期からこれまでの業績の推移なんですけれども、はい、そこで赤,赤で囲んであるところ、前年同期比で8.2%の増益になってるんですが、実はあの、ほぼ2ヶ月前のですね、1月20日時点での予想っていうのは1.8%の増益予想だったんですよ。 ですから、1.8%の予想だったのが、蓋を開けてみると、8.2%になってます。うん、ですから、総、はい、じて言うと、非常にこう、いい決算発表であったということでして、まあ、はい、これもそのマーケットが上がってきている理由の一つ、うん、ということだと思います。そうですね。その、1.8%の予想に対して8.2%というのは、大幅に上回ったと言っていいですね。 はい。そして今後の展開なんですけれども、こちらを見ていただくと、はい、やはりこうトレンドとして、こう右上がりで業績が伸びてくるというのが予想になってますので、うん、まあ企業業績っていう観点で見ると、うん、心配しなくてもいいのかなっていうのが現時点での,、うん、あの状況になってます。そうですね。加えてそのマーケットのバリエーションについても伺いたいんですが、まあいつも質問させていただいてますけども、ここまで上がってくるとさすがに 周り高なんじゃないかという質問になるんですが、いかがでしょうか、うん、そうですね。そういう意見は確かに多いカット。少なくないと思うんですけれども、はい、このスライド見ていただきたいんですが、はい。えー、これはですね、緑の線が S&P500 の推移になっていまして、えー、青いバーがこれ PR、株価収益率のトレンドですね。うん、そして赤い線が、えー、1991年からこれまでの えー、pr の平均なんですけれども、平均が19.5倍なんですね。はい。で、今年の予想 EPS を使いますと、今のマーケットのバリエーションは21.5倍なんですよ。19.5倍と比べると、若干割高ではあるんですが、ただ、今年ももう3ヶ月経ちましたと。はい。あと、被って将来起きることを、 うん、先取りしようとしますから、そう、ちょっと早いんですけど、2025年の予想 EPS を借りてくるとですね、はい、そうすると今のマーケットのバリエーションは18.8倍なんです。もっと言うと、はい、2026年の予想 EPS を使いますと17.4倍ということになっていますので、このようにこの時間の経過とと,ともにですね、 業績が伸びるため、結果として少しずつマーケットには割安感が出てくるという流れになりますと。<ー>で、でね、加えて、加えてですよ、はい、今年の後半多分、利下げがあるということであれば、うん、これはマーケットにとってのサポートの材料になると。あ本当にこう分散して、えーまあ、時間をかけて投資していくということは、やはり今回も変わりない。うん、間違いなく言えることかなと。 思いましたね今のマーケットのバリエーションについては大きななな問題はいいんだろうなと思っていますうんうん、うん、一方で、ハチさんこれ、今のマーケットのバリエーション、大きな問題ないという言葉ばありましたけども、逆に、えーま、ここまで行き過ぎちゃうと、さすがに割高だよねっていう、その数字っていうのは、ど,どのぐらいなんですかね、ありうることなんですかね。 うん、これ見ていただきますとね。例えば、はい、えっと、1999年あたり見ていただくと、ええ、30倍っていう時があったわけですよ。そうですね。この青い棒グラフが30ですね。これまさにあの、IT バブルの時。はい。で、その後崩壊したわけなんですけど、バブルがね。で、ここで30倍。明らかに30倍っていうとかなり割高ですよね。で、そこ、うん、そういうレベルまでない。 うんうん、加えて、繰り返しですけど、金利が下がってくるということであれば、これは株のマーケット全体にとっていい話ですから。はい。なので、そういった意味での、その、懸念というのはことしないの、今のところないのかなというふうに思いますうん、うん。これ、あの、マーケットの裾野が拡大しているというお話もあるかと思うんですけども。はい。えー、っと、こちらのデータ見ていただきたいんですけれども、これはですね、何かというと、S&P500、 採用銘柄の株価がですね、過去1年間の高値から10%以上下げている銘柄の割合なんですね。ちょっと分かりにくい表現ですけど。ああ、そういうことか。高値から10%以上下がってる銘柄の割合。これが高、多ければ多いほど悪いわけですよ。ですね。で、青い線が s P500 で、緑の棒が高値から10%以上下がった銘柄。 なんですけれども、ちょうど、えー、去年の10月末ですね、えー、が、このあたりで、マーケットが下がっていると同時に、うん、まあ、ある意味当たり前なんですけれども、えー、10%以上株価が下がっている高値からですね、非常に多かったわけですよ。9割近くの銘柄が売られていた。はい、で、それが、はい、現在ですね。10%以上調整している銘柄って35%しかないんですよ。 はい。10月、あの、9割ぐらいあったのが35%まで下がってきてるわけです。うん,うんうん。ですから、マーケットが上がっている中、下がっている銘柄、個別銘柄が激減していると。確かに。言い換えますと、多くの銘柄の株価が上がってきている。はい。ですから、一握りの銘柄だけでなくて、全体的にこう、じわじわ銘柄が上がってきているということなので、 今、マーケットで言われているマグセブンのようなスーパー大型銘柄だけが上がってきてると、他の銘柄がついてきてないんじゃないかっていう意見もあるんですけど、じわじわとちゃんと他の銘柄も上がってきていると。こちらは、えっと、3月に入ってからの主要株価指数のリターンなんですが、こちらを見ていただくと、はい、S、S&P5003 月、これは13日まで、昨日引けまでですけれども、1.4%上がってますよと。 で、ナスダックの方は100の方はプラス0.16%ですが、ちょっと、あの、若干お休みですね。うん、で、NYC ファングプラス、ファングプラス指数の方もマイナス0.58%ということですから、はい、まあ1月2月かなり上がってきたので、まあ、今月これまでのところは一休みと。うんうんうん。いうことなんですが、ちょっと指摘したいのがこちらなんです。S&P500 イコールウェイト指数っていうのがありまして、<ー>こちらが2%。はい で、普通の S&P500 を上回ってるんですよ。はい、リターンをです、ね。で、これ、イコールウェイトって一体何なのかということなんですけれども、普通の S&P500 っていうのは、時価総額、過重平均型の指標って言われてるんですね。はい、時価総額、過重平均型。うん。どういうことかというと、マイクロソフトのような時価総額の大きな銘柄に影響を受けやすく、 設計されてるんですよ、S&P500 は。うん,うん。うん。ですから、S、S&P500 のボトムの500番目の銘柄がどんだけ動いてもですね、時価総額小さいので、あんまり S&P500 に影響を与えないんですよ。うん、はい。で、一方で、このイコールウェイト指数っていうのは、S&P500 採用銘柄の時価総額大小関係なく値動きするように設計されてるんですね。はい。なので、 マイクロソフトであろうが先ほど申し上げた、確かニュースコーポレーションだったと思うんですけど、うん、500番目の銘柄、時価総額、小さい銘柄。ーセ、うん、2%ト両方動くと同じように影響を与えるんですよ。おそうかそうそれがイコールウェイトっていうふうに言われてるんですね。はい。で、このイコールウェイトの指数が2%で上がってますよと、SP1.4% に対して。これどういうことかというと、時価総額が 小さな銘柄が相対的に大型株よりも上がってるってことを意味してるわけです。はあ、よくわかります。はい。つまり繰り返しになりますけども、これもそのマーケットの裾野が広がっている、特定の銘柄だけが上がってるんではなくて、全体的にマーケットが上がっていることの証明と言っていいんではないかなと。あ、はあ、そうですね。私、 勉強不足でこういった指数があることを知らなかったんですけども、やはりこの照らし合わせてみると、あよくわかりますね。あの、裏付けできるデータになるということですね。はい。あとですね、S&P、次のところです。S&P400、はい、っていうのがあるんですけれども、これはあの、ミッドキャップ、はい、中型株の指数なんですよ。うんうん。これ見ていただくと2.59%じゃないですか。はい。上がってるのが。 これも、その、大型株だけじゃなくて、中型株も上がってきていると。うん,う,んうん、うん、うん。あと、アメリカ国外を見てもですね、その方が広がってるっていうことを言えると思うんですけれども、例えば、あの、これ、前回、ハセンさんとかね、スタジオをお邪魔したときに、はい、あの新興国がいいって言ったの覚えてらっしゃいます、はい、はい、もちろんです。で、この一番下のところを見ていただくと、MSI のエマージングマーケットの方なんですけれども、3月に入って、パフォーマンスがベストなわけですよ。はあ そういった意味でも、アメリカ国外に関しても裾野が広がっているっていういい展開が起きているということが言えるんだと思います。うんうん、これあの、そのエマージングマーケットの一つ上はオールカントリーになってるじゃないですか、はい、そのオールカントリーに対しても、エマージングマーケットの方がこうが2.6%でこう上回っているという判断でいいんですかね。 あそうですよ、そうですよ。オ,ール,オ,ル,カ、まあ、オールカウントリーは、えー、先進国と新興国,国、はい、両方入ってますけども、新興国のウェイトが非常に高いですから、でこれはあの前回お話をした通りあのやっぱ新、えー、先進国は長期的に見ると、先進国長期的比較と新興国比較した場合、やっぱり新興国の方があの長期的には投資妙味があるというのがまあ僕の考え方なので、 はい、あのまさに、まあこ、今月だけ見てもしょうがないんですけど、まあはい、このトレンドっていうのは長期的に続くと思ってます。そうですね、うんうんうん。このファングプラスの中にもですね、まあ、その10銘柄のうちの一つがエヌビディアだと思うんですけども、エヌビディアの決算もあり、そしてかなり、こ,ここ最近注目されている銘柄であるというのは間違いないかと思うんですが、ぜひエヌビディア株価の推移に関してもコメントをお願いします。うん NVIDIA については、やはり、あの、これ株式投資っていう視点でお話をするとですね、NVIDIA って2023年1年間で240%上がってるわけですよ、株価がね。はい。で、今年もこれまで、昨日までで86%上がってるんですね。うん。まあ、あの、確かに上がりすぎっていうのはあるんですけれども、あの、ただ来週、えっ、ー、とですね、の GPU テクノロジーコンフェランスだったかな来週、はい、あの、NVIDIA 主催でコンフェランスがありまして、うんえー、やっぱり彼ら、こう、プレゼンテーションをいろんなのやるんですよ。うん、そうすると、多分、多分ですけれども、あのー、また交換される展開っていうのが起きてくるんじゃないかな、というふうには思います。3月18日から21日ですね。はいあ。もうすぐですで。そうですね。で、これを発表があることを受けて、 昨日、例えばマーケットで NVIDIA の、また、こう、目標株価を引き上げるみたいなアナリストなんかもいるんですね。うん、はい。で、とりあえず今は生成 AI のところがブームになってますけれども、はい、NVIDIA っていうともともと強みはゲーミングのところであったりとか、ゲーム用のその GPU 作ってたりとか、うん、あと、同時でその車に GPU 搭載するとかですね、そちらの方でも売り上げを伸ばしていますので、 そういった意味では、その株価の上げっていうのは、ここで止まるっていうことはないとは思います。<laughs> しかしながら、しかしながらっていうのがあって、はい、こちら見ていただきたいんですけど、これは何かというと、えっ、ー、と、約10年ちょっとの期間なんですが、まあ、あの、銘柄って調整しますよね、当たり前ですけど、左側は S&P500 が高値をつけてから何パーセント調整したかっていうのをお見せしてるんですよ。 で、2020年ですからコロナの時に3割以上超えて SP って、あの、まあ、暴落したわけですよ。うんうん、で、平均で見ると、だいたい4%程度。高値から調整するのが S&P500。マーケット全体ですよ。で、一方で NVIDIA の方なんですけれども、これ見ていただくと、上げが激しい一方で、下げも激しいわけです。<laughs> ね。はい、こういうことをやってる株なわけですよ。見ていただくと5割とか、えー、6割以上、これ2022年ですよね。そうですね。あの、マーケット全体分かった時ね。うん、ただ、で、平均が NVIDIA の場合、高値から13%下がってます。S&P504% と申しました。うんうん、ですからやはり上がる分下がる。じゃあ、どんだけ上がったかというと、 S&P500 はこの間292%上がってるわけです。292%。はい、ま、すごい上がってますよね。うん、でも、NVIDIA って2万7000飛び22%上がってるんですよ。山が高ければ谷も深いって言うじゃないですか。はい、はい。はい、なので、あの、NVIDIA がこれからも決算をビートする、決算を、事前予想を上回る決算を出していけば、 可能,性可能性として上がり続けることあると思うんですが、とはいっても常に予想をビートするっていうのはこれ指南の技ですし、えー、ある意味株価の調整って起きた方がこれからもっと上がりやすくなる。はい、で、歴史を見ると調整、大きな調整してるわけですよ。はい、なので、こういうこと起きた方が本当はいいと思います。うん、健全ですよね。健全ですね。で もっと言うと、これ見ていただくと、現在2024年の PER は37.5倍なんですが、はい、来年だと31.7倍、約32倍。うん、で、2026年の予想だと29倍なんですよ。で、歴史的な PR e は33.6倍なんですね。NVIDIA の、うん。で、株価は上がったんだけれども、それ以上に業績が伸びてきているので、 バリュエーション的には割高感がないっていうのが、エヌビリアの素晴らしいところなんです、はい、んだからこそ多くの人がね、ここに投資をするっていうのはありますもんね。ただですね、もしもエヌビリアをフルで持っているっていう人がいるのであれば、はい、まあ、そのリスクコントロールの観点で言うと、まあ、ちょっと売った方が気持ちいいスキルするかもしれないですね。そうですね。ここでね、一度若。若干だけですよ。全部打っちゃダメだと思うんですけど、えーはい。一部ってということですよね。 これあの、ですから、あの、お話を聞いていると、まあ、全体的にやはりこうい裾野が広がっていって、しかもこう、マーケットとしてはもう、あの、上に行くんだと。まさにゴーハイヤーの展開に、えー、これからも行くんだろうなと思うんですけど、ちょっと前々だとマグニフ、マグセブンが、あ,あもう牽引していくみたいなああ雰囲気ありましたけど、うんうん、まあそうでもないっていうことですもんね。うん うん、あのただですね、じゃあマグ,マグネシフィセント7がダメかっていうと、僕は全然そう思ってませんで、こちらの方をご覧いただきたいんですけれども、こちらは2016年からこれまでのマグセブンの PR を見ていただいてますが、はい えー、今年の EPS を使うと32倍ぐらい。で、来年だと24倍、20倍なんですよ。2026年になると。現時点の予想ですけども。うん、こちらも、やはり、業績の伸びがあまりにも、まあ、深いので、はい、時間の経過と,とともに株価には割安感が出ている。そうですね。で、2020年のところ見ていただきたいんですが、この時って88倍までいってるわけですよ。はい。はい コロナの時。うん、まあそういうのと比較すると、バブル感があるかっていうと、僕はバブル感っていうのはないと思うんですね。ですよね。いや、これ私のその実体験でもそうなんですけども、もともとその株式投資に興味を持ったのがちょうどその2020の終わり、2021ぐらいだったんですね。はい。2020で買ったもんなので、その高値掴みからのこの下落を経験してるんですよ。うんうんうん なるほど。で、その時に、まあ、大幅に下がってるので、うわやっぱり株って難しいなって、当然これいい勉強になったんですけど、とはいえ、それがこう、もう株価、こうね、取り戻してきて、しかもさらに上,上に行こうと、こう調整しながらこう上に行こうという傾向があるので、うん、この現在のこの、えー、まあ今のハッチさんの予想っていうのを見ても、まあよ、割高ともいい。ここも、マグセブも割高とはい,い、 言わなくていいのかなと思っちゃってるんですよね。うん。次、あのね、こちらのスライド見ていただきたいんですけど、はい、これは2000年から<ー>、えー、マグセブンの構成銘柄の、はいえー、毎年のリターンと、あと、まああの、インデックスとしてマグセブンの平均っていうのも、このブルーのところですね、出しているんですけれども、はい、で右になると SP、それからナスダック102系系系も入れてますが、 <laughs> まあ、当たり前の話なんですけど、マグセブンのとこ見ると、はい、毎年必ず上がってないわけですよ。そうですね。ね。うんうん、調整する年もあると。うん、これは極めて健全だと思います。はい、で、マグセブンの中でも見ていただくと、やはり、その、すべて同じようにこう上がってるかっていうと、そんなことないわけですよ。はい。やっぱり、というのは、これ当たり前の話ですが、 あの、例えばアップルとアマゾンってビジネスが違うわけですよね。そうですね。そうするとアマゾンの業績が伸びる一方でじゃあ、ア,アマゾンが同じようアップルが伸びるときに同じようにアマゾンが業績伸びるかってまず全然違う話じゃないですか。はい。ビジネスが違うわけですから。なので、えぇ、ー、もいろんなパターンがありますよと。そうですね。ですから NVIDIA が今年すごく上がってますけど、 はい。じゃあ、アマゾン今年15%しか上がってないけど、じゃあ、アマゾンダメか、そんなことはないと思うわけですよ。うんうんうん。これ、すべての銘柄に関して言えることである。ただ、そうじて、マグセブンというものをパッケージで見ると、はい。これからも指数としては上がる。うん、よって、まあ、マグセブンっていう指数に投資できる ETF とかってまだないですけども、はい、これ一番近いのがファングプラスだと思うんですけれども、 ファングプラスっていうのは、やはりこれからも、その、上がっていくと思います。上がっていく理由は、やっぱりテクノロジーの会社が入っているわけじゃないですか。はい。イノベーションを持った会社が入っているわけじゃないですか。はい。アメリカ株に投資をする理由の一つっていうのは、イノベーションに投資をするっていうことだと思いますので、そうですね。このイノベーションの進化に信じる、を信じるのであれば、うん、ファングプラスは、下がったとしても、時間の、うん、あの、時間の分散で、積み立て投資で、 投されたらいいと思っています、うん、確かに。ハッチさんはね、一貫してそうおっしゃってくださいますからね、私はそれに勇気をもらっているんですけども。<laughs> あの、このマグニフィセントンで言うと、あの直近だとこれアップルとかテスラのまあ業績があまりまあ株価で言うとよくないじゃないですか。はい。それでこの、まあ、i d i a マイクロソフト、アルファベット、メタが、まあ、比較的良いという中で、 でも今の話聞くと、なそこまでこう、だからわざわざこう、七下の中でも、変に線引きをせしなくてもいいんですかねうん、と思いますけどね。うん。ですよね。あとはまあ、もしその個別株をじゃあ選択して購入するっていうことであれば、まあ、それぞれの業績、あとは本当にその、どの会社のイノベーションに期待しているのかっていう、そこが一つの投資判断ですよね。 うん。どの、その、どのイノベーションに期待してるかと、あと、どのイノベーションが好きかっていうのも関係すると思うんですよね。ですよね。うん、やっぱり株主になるってそういうことじゃないですか。やっぱり自分が好きじゃなきゃダメなので。はい、うん、うん。ですよね。ピボットアプリでは、料理をしながら学べるバックグラウンド再生が可能です。通勤中や仕事の途中、家事の途中、いつでもどこでも学べます。さらに様々な特典と交換できる、ピボットマイルもありますので、ぜひ使ってみてください。 ながらで学ぼうピボッット詳細は概要欄のリンククをチェックアップル、余談ですけどあの、アップルが落ちてしまった要因の一つは、その例えばあの自動運転の車をやめますっていう、ああいう,こう発表が出たっていうのは大きかったんですかね。うん、それもあるんですけど、ただ、アップルって正式に自動運転の車開発してますって、一言も言ってないんですよ。確かに 正式には。<laughs> そうですね。これはマーケットのスペキュレーションでそうだろうと信じていて、はい、ただ最後になって、社内、そのアップルの社内向けの E メールで、この事業はやめますよと。うん、でも、じゃあやめて、そこでいらなくなった人たちをどうするかっていうと2000人ぐらいだったかと思うんですけど、はい、AI の方にこう移動させるって言ってるわけですよ。ああ、そうですね。そうすると、アップルも何かやってくるだろうなと、AI に関して。はい。 で、そもそも論でアップルって世界中で現在20億デバイスを超える、うん、そのアップル製の,プあのデバイスを使われてるわけですよ。はい、20億ですよね。はい。じゃあ、どの会社が20億ユーザー持てるかっていうと、そう簡単にそんな会社いないですよね。ですね。で、アップルがこれまで上がってきたアップル株が理由の一つが、 中国ですね。中国で iPhone が売れたっていうのがあるわけです。はい、で、この時も実は中国の人は iPhone なんか買わないよっていう話もあったんですよ。うん。そんなことないだろうと。やっぱり世界中のあの新興国の人、お金がない人は iPhone 高いから買えませんけど、やっぱりグローバルブランドナンバーワンの会社ですし、買えるようになったら、か買う人って全部の人買わないにしても必ずいると思うんですよね。はい。 これあの、これもスタジオで話しましたけど、これから人口、世界の人口増えていくわけですよ。そうですね。中間層が増えてきますよ、と。はい。で、いい例がインドです。うん。インドで、今年あ、昨年初めてアップルストアがオープンしたんですよ。あ、そ中国でアップルストアがオープンしたの、10年以上前の話ですよね。はい。つまり、中国の消費者が iPhone を買ったように、これからインドの中間層の人たちが、 iPhone を買っていくだろうなというふうに思うとアップルの成長ってここで止まるとは思えないそうですねそうか、昨年初だったんですね、インドのアップルストアオープンは。そうなんですよああ、十分チャンスあるな、しかもプロダクトもね、ビジョンプロみたいなものももちろん出して、それが必ずしもあのなんていうんですかね。 目玉ではなくて、当然この後もね、いろいろ控えてるし、計画してるだろうなっていうのは推測してできる部分でもありますしね。テスラもね、そうですもんね。うん、そうですね。で、アップルって、とっても秘密主義の会社なんですよ。うん,うん、うん。さっきその,アップあの、アップルカーの話って正式に発表してないって言ったじゃないですか。はい。あの、そこがイーロンマスクと違うわけですよ。彼 Twitter でこれやろうと思ってるときいろんなこと言うじゃないですか。アップルは一切言わないわけです。はい、確かに。ね。 それが、あの、会社のカルチャーっていうか、大きな違いのところでもあるんですけれど、うんはい、当然な、あの、当然ね、時価総額ナンバーワンの会社だったわけですし、はい、潤沢なキャッシュもあるし、うん、R&D にお金もいくらでも使えるわけですよね。はい。これはやっぱ常識的に考えて、なんか、なんか、この人たち考え、あの、次のプロダクト考えてるなっていうふうに思うのは、まあ、間違いじゃないんじゃないかなと思いますね。ですよね。 だからこの下がってきてる時こそ当たり前なんですけど、むしろ買いっていう判断になりますよね。これはもうアップルの将来を信じるか信じないかですよね。<laughs> 僕は信じたいですね。<laughs> そうですね。確かに。まあこれあの、私たちの対談だとどうしてもね、この信じる方をね、共通しやすいですけど、<laughs> まあそれはご覧になっている人の最終的な、ね、判断だってることで。そうですね,ね。そうですね。最後にこの大統領選挙のおこの年のマーケット、あの先月も お聞きしましたけども、まあ、選挙イヤーということで、えー、改めてここも、えー、繰り返しになる部分もあるかもしれませんが、伺っておいてもいいですかうん、はい。あのー、まあ、今年ね、あのー、最初にハセンさんね、マーケット強いとおっしゃって、で、はい、これからも強いと思ってるんですけど、その理由の一つが、この、えー、大統領の任期4年サイクルっていうパターンがありまして、はい、左から就任1年目、 そして2年3年で4年目、今年ですね。選挙の年です。はい、これ見ていただくと上のところ、上半期は1928年からのかなり長いデータなんですけれども、えー、上半期0.92%平均で上がってますと、はい、中央値だと4%上がってます。はい、で下半期が7.2%なんですよ。うん、で、中央値だと6%ということなんですが、このプラスになる確率を見ていただくと、 未半期は67%に対して、下半期は83%なんですね。はい。ですから、歴史的にパターンとしては、前期よりも、あの、あの、下半期の方が、アメリカ株上がりやすい、ということがありますと。はい、うん。うん、いうことと、もうちょっとおまけでお見せすると、はい、次のところなんですが、今年1月2月、強かったじゃないですか、アメリカ株ね。はい、はい。1月がプラス。 そして2月がプラスになったのがですね、はい、これ1928年からこれまでなんですけど、うん、35回あったんですよ。で、そうするとですね、通年でプラスになる年の回数っていうのが31回ありまして、はい、その、その場合の、えっと、平均のリターン16%なんです。はい。で、その通年がプラスになる確率っていうのが89%もあるんです。これかなり高いですよ、確率。本当だ。 まあ先ほどあの、最初にマーケットには上げのモメンタムがあるってお話しましたけれども、1月2月が強いと、その年ってこう上がる後半ですね。上がる可能性が極めて高い。っていうのがアメリカのマーケットのこれまでであったと、えー。これ、ハッチさん、あの、おまけで今見せてくれましたけど、このデータ頭に入れといたら、投資判断の一つの指標になりますね。 まあ、そうですね。まあ長、長期投資の人にあんま関係ないデータではあるんですけれども、はい、まあ、はい、頭の中に入れていくっていう意味では、はい。そうですね。いいことだと思います。はい、このね、1年のスタート、1、2月の状況がどうだったのかっていうのを踏まえた上で、まあ、その年の、えー、投資戦略どうするのかっていうところですよね。最後にこの、まあ、リスクがあれば教えてください。 うん、これは、あのー、地政学的なリスクなんだと思うんですよ。これはもう数年前の例のロシア、ウクライナ侵攻があり、あと去年イスラエルありましたよね、中東ありましたよね。で、これって誰にもコントロールできないじゃないですか。はい。なの、まあ、だから、まあ、リスクっていうのかもしれませんけれども、あの、そこのところはちょっと、あの、まあ、気にしておいた方がいいのかなとは思いますね。 で願うくば、もう今の中東の状況悪化しないことを希望しますけれども、はい、これ、こればかりはわからないので、リスクなので。そうですよね。そこは気になりますね。はははこれですので、まあ、紛争や戦争が勃発する、長引くっていうことが、まあ、当然、特にまあ、中東情勢なんかは、こう、アメリカのマーケットにも影響を及ぼすと考えていた方がいいですか基本的に、アメリカのマーケットっていうのは、 アメリカ国外で大きなイベントがあると、そのイベントを報道するニュースのヘッドラインにマーケットは反応して、一時的に下がることはあるんですけど、はい、本当一時的なんですよ。はい。なので、えー、今回の中あの、イスラエルの件もそうですけれども、基本は下がったら買いがアメリカのマーケットなんです。うん。ただ、状況が、 悪化することに対しては、マーケットは嫌がってくるだろうなと思います。ああ、そうですね確かに。あの、そういったことを含めてですので、まあ、日々の、まあ、報道というのを、まあ、ニュースとしてちゃんと捉えるっていうこともそうですし、じゃあその時にマーケットがどういう動きをしているのかということを、ちゃんとこう常々チェックしておくっていうのが当たり前のことですけど、大切ですね。うん そうですね。まあ、今年、あの、これまでのところ、マーケット非常にいいですけど、あの、つあの、5%以上の調整って全くないんですよ。はい、ね。で、アメリカって平均すると1年間でだいたい3.4回くらい5%強の調整するんですよ。はい。これまでしてないので、ここからする可能性ってのはあると思うんですが、まそれがあったとしても、今年に入ってアメリカ株を初めて投資をした方もいらっしゃると思うんですけれども、 そこはあの心しといたがいいと思います。そういう調整は普通にあるんだということで。うん、そうですね。そこで驚かないっていうことですよね。はい。そわかりました。八つさん、今週も貴重な情報どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。またぜひよろしくお願いいたします。失礼します。はい。八つさん、ありがとうございました。 ピボットアプリではランニングしながらでも学べるバックグラウンド再生が可能です運動中通勤中家事をしながらでもいつでもどこでも学べます学びながらポイントをゲットできちゃいますよながらで学ぼうピボット詳細は概要欄のリンクをチェック